はようございます皆さん。ですね、今日は土曜日なんだけど、うちの旦那さんが仕事に行っております。でね、彼のお仕事はね、朝早くって3時とか4時ぐらいから仕事が始まるんだけど、それから家に帰ってくるのがまあ3時頃とか、早くて2時とかなんだけど、まあそんな感じなんですよ。で、時期によっては忙しい時期になると、ここ最近は1ヶ月ぐらいもう土曜日は毎週土曜日出勤してる感じなんですね。で、そう、今日は土曜日で、私たちはまあ7時半ぐらいに起きましてですね。で、なんかファーマーズマーケットに子供たちを連れて行こうと思ったんだけど、コロナのあれでなんか通常通りやってなくって、ハワイといえばね、なんかファーマーズマーケットって感じじゃないですか、週末は。だけど、そう、予定通りにやってなかったりとかして、先週の土曜日車を運転して行ったらやってなかったとか、そんな感じなのね。だからファーマーズマーケットも連れて行けないと思って、まあ今朝はとりあえず家がものすごいことになってますので、家を片付けて、あと昨日コストコに行って、もうほんとね、キッチン全部みたいな感じでショッピングしてきたんですよ。っていうのもずーっとコストコ行ってなかったから、なんか大きいものいろいろ買ったりとかして、で、まあ、ものすごい食料品の量がすごいから、まあ、料理したりとかしてね。で、うちの旦那さん帰ってきたら、ちょっとかわいいなんだろう、タウンというか、なんて言ったらいいの、まあ一回もまで行ったことないから、どういう雰囲気なのかわかんないんだけど、リサーチしてる分には、なんかいっぱいカフェがあったりとか、いっぱいレストランがあったりとか、なんか猫カフェとかもあるし、あとまあグッドウィルとか、グッドウィルはなんだろう、スリストストアなんだけど、リサイクルショップなんだけど、それとかもあるエリアだから、ちょっとそこら辺に家族みんなで行けたらなっていうふうに考えてるんですけどね。今朝はですね、そう、それで家のことをやってるの私で、ここは私のなんだっけ、シンクっていうの、バスルームのシンクっていうのなんですよ。で、ちょっとお見せしようと思って、これさ、ハンドウォッシュなわけで、私いつも自分で作ってるのね。でもないじゃない、だからどうやってやってるかっていうのを見せようかなと思って。超簡単なんですよ。皆さんこれ知ってますか？ドクター・ブローナーの石鹸、有名なやつで、私はいつもこのラベンダーのこの大きさのボトルを家にストックしてあります。で、私これ何にでも使ってるんですよ、家の中の。大好きですので、何でも使ってます、私。私、なんでラベンダーかって、ラベンダーが好きだからっていうことで、いろんな匂いのやつあるけど、まあその中でもラベンダーだけ私は買ってるのね。で、どういう風に作ってるかっていうと、これメイソンジャーです。これちなみに何？ちなみにワイドマウス、ここのさ、ここが大きいやつ。で、まあ、このさ、上のやつは Amazon で買いました。で、私がすごくこだわっているのは、子供のバスルームにもあるし、キッチンにも同じものがあるんだけど、子供のバスルームのは先週割られちゃって、で、あれが2回目、割ったのが2回目だから、ちょっと旦那にもうグラスは置かないでほしいって言われたから、ちょっとまあ買わなきゃいけないんだけどね。まあ、とりあえず私がすごくこれにこだわっているのはですね、泡なのよ。ちょっと待って、見せようか。こう泡で出てくるやつなの。でさ、なんで泡かっていうと、子供がさ、手洗う時って、うちは、8歳と3歳と1歳の子がいるから、こうリキッドのやつが出ても泡立てるのにすごいなんかまあ時間かかったりとか、もう泡立ってない時にもう洗い落としちゃったりとかみたいなね。で、泡立てるんだよーってやってんだけど、まあ、めんどくさいね、時間もかかるし。だからこの泡のやつを買ったのね。すごいおすすめです、皆さん。ぜひぜひぜひ使ってください。Amazon です。OK。 で、なんだっけ、下にリンクでも貼っておきますね。で、どうやって作るかっていうとですよ、まあ適当なんだけどね、入れるものはこのドクター・ブローナーのソープじゃん、リキッドソープね。で、あと私が入れるのはペッパーミントのオイル。何でもいいからペッパーミントのオイルで、たまにラベンダーオイルとかもまあ足してね、もっと匂いをさせてるけど、今手元にあるのはこんな感じで、まあ普段こういう感じで作ってます。でどうするかっていうとさ、もうこれだけちょっと残ってるからあれだけど、まあ足しちゃいますね。うん、なんか本当に適当なんだ私。半分までいかないけど、まあそうだな、3分の1から4分の1かなぐらいまでこのリキッドソープを入れるわけですよ。まあまあもともとね、残ってるのがあるからあれだけど、まあ、半分くらい。そう、まあ、こんな感じ入れるじゃないですか。こんぐらい残ってたじゃん。うん、まあ、適当に入れるんだ。OK じゃん。でそしたらこのペッパーミントオイル、ペッパーミントオイルは何でもいいです。ペッパーミントオイルはなんかそういうさ、こうなんていうのかな、スカッてする匂いがするのってもそうだけど、これをね、そうだな、20滴ぐらい、20から30ぐらい、20くらい、15から20滴ぐらいかな、まあ、入れるわけですよ。 OK で入れすぎちゃうと痛い痛いになるからね、あんまり入れすぎないように。OK? したら、この残りは、お水を足して終わりなんだけど、このタップウォーターじゃなくって、うちにある、ウォーターフィルターの水を足します。OK、水入れてきました。そしたら、おしまい。あとちょっと振っておしまい。で、なんか、一応泡になるやつじゃないですか。だから、これやって、こう、泡、ちょっと見てみて、なんかこう、水っぽい泡だったらちょっとまたコイルを足したりして、あと硬すぎたら水足したりとか、まあ、そんな感じでやってるんだけど、うん、いい感じでございます。これがうちの家の全部のハンドソープの作り方でございました。そうしたらね、今日はね、どこまで皆さんを一緒に連れていけるかちょっと不思議でございますが、っていうのもですね、ちょっと私これからシンクを洗うから、シンクを洗いながらちょっと聞いてください。このブラシあるでしょ、これでこのさっきのソープ取りました。これで洗う。そら子供がいるからさ、さっきもね、顔洗ってたりとか歯磨いてたりしたら、やっぱりね、来てね、カメラを握ろうとしたりとか倒そうとしたりとか、あと雑音が入ったりとかするから、だからね、まあ、できるとこまでビログしたいですな。OK でね、一応ね、このコップとかも全部木のやつだから、濡れたままここに置かないように毎回拭いてやってますよ。よいしょ。ほんとさ、このさ、これもすごい古いからさ、なんかなんだろうね、すごいね、古いの。なんか見てもらうと分かると思うけど、すごいでしょ、このさ、なんだっけ、チャイルドロックの数やばくない？うちの、一番下のお兄ちゃん、もうすぐ少しで1歳と 6ヶ月になるか、なんだけど、うちのね、一番下のお兄ちゃんが今までにない、この、なんていうのかな、とりあえず、登るんですよ。登るの。すごい登れるの。しかもここに登れるわけ。何もなく、何も下に置いたりとかして、こうステップしなくても、彼のさ、筋肉と全部のなんか全身で登っちゃうわけよ。で初めはなんかいろいろこうやって、ね、引き出し上げたりとかしてたから、全部チャイルドロックつけたんですよ。ね、でチャイルドロックつけたじゃん。でさ、したら今度このチャイルドロックつけたところ遊べないって分かったら、今度上に登るようになったんだけど、高いから登れないと思うじゃん。登れるわけ、もうね、キッチンのシンクとかも全然登るし、なんかね、もうほんと小さい筋肉の塊って呼んでるんだけどね。なんで走ってくんのなんで走ってくんの。ランドリーがやばい。閉めますけど。バナナ食べたいの？ OK。 ケーキないよ。クランベリー。やばい。おりせ。はい。ね、ちょっとくださいよ。そう、昨日ね、コストコに行ったからいっぱいエコバッグ使ったんですよ。ほんでですね、私がいつもエコバッグを入れているところはですね、ぜひ参考にしてね。あそこにかけてるでしょっていうだけなんだけどね。でこれにはここに引っ掛けてるのはゴーグルとか、あとこの水を入れるストラップ、水を入れるやつが入ってるんです、常に。待って、これ入れるわ。ハワイはどこ行くにもエコバッグなしで買い物するとそのバッグ分のお金がかかっちゃうから、ここにいつも入れております。で、私めっちゃエコバッグ持ってます。でももう買い物行って「ああバッグ忘れちゃった」って言って、それだったらその紙のさペーパーにお金払うよりエコバッグ買った方がいいかなと思って、でそれで結構増えちゃったんだけど、エコバッグいっぱいあります。だからエコバッグとタオルとフロリーとあとゴーグルとか、あの水のあれはいつも車に入ってる。ビーチに行ったりとかするときに水着がさ、水着脱ぐじゃないですか、終わった後。だからタオルとかそれを入れる箱も車のね中に入れてて、この下に入れてて、でほら脱いだ水着とかをさ車にそのまま直接置かなくてもいいじゃない。そういうので箱もういつも車に入ってる。主語の世界のご提です。Oh, what do we have? What do we have? I made a pasta yesterday. You can eat that. Far away is your Tesla wagon. Back in the day, つっても別れたのもほんの数時間前。寂しいなんて口が裂けても言えないけど、もうすぐに会いたくて開ききらないまぶたで追うカメラロはもう太陽とかよりもシャイの明るくないこの車内でもサングラス必要になっちまいそう。家に着いて夜が明けないまま汚れたケーキ汗ばんだスナップバックタバコ臭いシャツ脱ぎ捨てたらシャワーでリセットしてオンからオフへいつもより多いアルコールも抜け目が覚めた今夜なら遠くてもどうせ目を閉じりゃ会えるからお休みとだけ言ってベッドの中へ時計は回るいつかまた会えるリュックの中思い出を詰める気を引き締めるこの旅は続くいつの間にか迷いすら消えてる Far away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  さっきまでは一緒だったななんて言ったって時間はまたなし同じ昨日は記憶になって別々の今日また競い合ってる違う育ち同じ友達違ってる価値観交わし合い重ねたテキーラのリッター分だけ深くなる会話外れたり見たベビーズゴー君わかる簡単に会えないほど遠くまた始まるワンループスイッチ切り替えるオフからオンそれぞれの土地でそれぞれの友達と笑い合い明日をつかむので必死だけど寂しくなる前にまた時計は回るいつかまた会えるリュックの中思い出を詰める気を引き締めるこの旅は続くいつの間にか迷いすら消えてる Far away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 登ら先に重ねた今日は腹抱えるほどに笑えた昨日写真のように赤じゃけた記憶に変えてくけど一冊のアルバムへとまた振り返ることを繰り返すたびにまた鮮明によみがえる過去は今はまだ記録でしかない思い出に浸るなんてなまだ早い朝方から夕方繰り返してはまた来る朝の澄んだ空気の中思い馳せる昔話はまた会えるその日まで君がいなくて物足りなくてこんな流れに次第に慣れても互いに大人臭くなってもまた遊ぼうこの先も時計は回るいつかまた会えるリュックの中思い出を詰める気を引き締めるこの旅は続くいつの間にか迷いすら消えてる Far away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  Hello 今もうそろそろ夜の7時になります。なんでこんなに静かかって？うちの旦那さんは今下の2人を散歩に連れてっています。もうかなり結構暗いからそろそろ帰ってくると思うんだけど、そうでキャミはゲームしてる。そう、そんな感じですよ。今日は旦那さんが帰ってきたのが3時ぐらいだったかな。でその後になんかカフェ行ったりしたかったんだけど、公園に行ったんだよ。そう、子供たちの自転車練習させようと思って、公園に行ったら思った以上に私がねものすごく忙しくなってしまって、上のお兄ちゃん見てフローレンスの自転車練習させるの付き合ってさ、まだこうペダルを漕ぐっていうところだから、そう、それでね補助しながらやってのエリソンをもう常に見てみたいな感じで、もうエリソンなんかさ普通に鳥追いかけて走ってっちゃうから、それで公園は大きいから、別にちょっと遠く行くぐらいだったら別になんていうの OK なんだけど、それ以上に遠くに行こうとしてたから。Okay, Eddie's getting too far. I'm gonna go get him.走ってって捕まえに行ったりとかしたら思った以上に結構疲れちゃって、それで私ね、うちの旦那が帰ってきてからエディソンも昼寝してたんだけど一緒に昼寝したんですよ。それでね気づいたらもう5時でね、夜ご飯作んないとってなって、で今に至るって感じだから、あそこはね行く、明日は予定があるからだけど、そうだね、うちの旦那さんの平日が仕事がそんぐらいに終わるから、2時とか3時に終わってくれるから、それでちょっと様子見て行ける時に行きたいなって感じ。その時にあれだね、ビログできたらいいね。そんな感じですよ。こんな感じでいいかな今日は。これがキャミーので、これがフローレンス。フローレンスはお米があんまり好きじゃないから食べるんだけど、時によっては全然食べなかったりとかするから、麺の方が好きなんだよねあの子。だからちょっと少しなんだけどさ、あの子あんまり食べることに対して興味がないからね、特にご飯に対しては甘いのは好きだけど。これがエディソンでしょ。でこれねヘンプハートなんだけど、見える？そうすごいさ、スーパーフードよ。でこれを私はですね彼のご飯にかけまして、でちょっとこれにもかけよう。ごまだと思うだろうな。あと最近はこれチアシードなんだけど、これもガンガンご飯にかけてます。オプス、かけすぎちゃったじゃん。でニュートリショナルイーストシーズニングってやつ、ヴィーガンの人たちがこれチーズの味がするんだって。でヴィーガンの人たちがこうチーズシーズニング的な感じでご飯じゃないや、物にかけたりとか使ってるやつなんだけどね。そう、これすごい、ここに書いてあるんだけどね、栄養がすごいたくさん入ってるから、これもご飯にかけちゃうの。エリソンこれ好きだからね。これねコストコで売ってるんだけど、ザワークラウトって言ってキャベツの発酵した食べ物なのね。はい、でオーガニックでねすっごい美味しい。無理やり筋つまつないだ自堕落、うつむき吹雪桜にはななく、心を隠すざわついた春、息詰まる明日何を突き放す坂道の街灯に浮かぶためらい数歩先で渦巻いた世界、うずくまる背中追い抜く善悪、日常にこびりつく幻覚、孤独からの久方の目覚めに、窓の外僕に似たあなたの手招き。